今鳴らしてお熊取り。で熊は光強い。これをちょっとあんまりあれじゃね。それボリューム上げれんの？上げれんの？あこれでマックスは。あ分かんない。これ？あこれだ。上げれるじゃん。これマックスじゃねでも。これだからだよね。金とまだ鳴るんだよ。ん？これだ。あこれずっと鳴らしながら歩くとだからもうポッケさん入れといて何て書いてあるんだこれ SOS は何これは今上がり鳥これやっぱ寄ってきそうじゃんねそれ寄ってくるじゃこれでいくかなそれでいいなで爆竹鳴らせばで爆竹鳴らしてちょっと私はよ鳴らせたかやれたかあ、おいでか奥バージョンあ、結構やっぱりダメなんだ怖い怖い結構すぐバンっていかないから大丈夫だぞあいったいったナイスタートいいねすごいやっぱ先週よりはちょっと大きくなってんな、うん、よしいいんじゃねえかないいじゃんふなはりたけかふなはりたけゲットです薄ひらだか薄ひらたけじゃねえか違うかなんかあっちにもそういうのあるじゃんこれさなめこ生えそうだねこのあんだな割れば割がねが地球っぽくね割れば割れるんじゃねえかこれを半分で割ればくれるねえかはいほらでもなんか怪しくね月夜だけっぽくねそうだなあほらほらほらやっぱり月夜だ触っても大丈夫大丈夫だと思うあやっぱ出てきてるんだ月夜だけもこれ花びら花びらなんてそれが花びら三河だけでも三河だけこれ汚さのところについてるけどよく見ればうーんじゃあなんだろうねそれなんか絵描でんだよな絵がなんか地具描でくねけよなんだよ、してなんかこうなんか食えそうな匂いするの多分食えるんじゃないかと食えるほらいい匂いするしたないい匂いするのなそれも一緒それまた違うわねそのちっちゃでででああ、だけどこれも同じじゃねえかなあれ同じだ同じがこれ同じこの白いやつ薄平竹じゃなくてあ、違う同じじゃねあ、違うほらえそれブナシメジじゃねえかうそほらあれ模様があほらあれ模様があでも模様ついてんねわからねえこれだば月夜だけなんだほらまだなそれ月夜だなうんこっち小さいやつが小さい月夜でこれなんか良さげだぞほらほらなしめじよく見えるんだけどちょっとわかんねえなそれ時間置いてあれでねえか1週間ごとくればこの上のほらこうさこうなんだっけ大理石の模様的なね大理石そうそう船しめじ大理石ってどういう感じ大理石の大理石見たことねえな大理石模様化できるのが船しめじって書いてるけどなんだあなんか船しめじっぽい感じなんかそれっぽいってもそれっぽくねこれっぽいなんかわかんねえなわかんねえなわかんねえな同金なのかなどうなんだ俺はでも食えそうだな俺は食えるな食えるね多分でっかいじゃん結構いいんじゃねえかよほらこんな針ったっけもっと丸い方がいいのかなでもいいんじゃねえかないいんだけどこれからまだ生えそうじゃないなあ、うん、この針なんかやっぱ腐れた木だなほこりだけじゃねえこれほこりじゃねえかなほこりだけなの違うわかんない似てるけど匂いとかってあるのぶにょぶにょじあほこりっぽいけど違うなんだほこりだけなのなんだべな落ちていくわかんねえなすげえほら
これこれこれが裏紅なのか草裏なのか、どうやって判断する、どっちだ、取ってみればいい、これこれ毒の方な感じがする、毒っぽいね、毒だ、毒だ、これだって模様根物を押したようなあとかってそれねえし、ほらこれこれがほら軸がやっこい、ほらふわふわしてるから、だからこれがは草裏紅竹で毒、いっぱい取ったよ昨日だ、これが毒これが毒なわけよ、しかだから似たような場所と生えてるんだって、うん、草裏だな、ほらほら完璧草裏っぽい、じゃあ裏紅じゃねえんだ、美味しそうに見えるけどね、美味しそうに見えるのよ、これは毒です、特にこれは毒です、これダメだ、点点点ねえもんな、点点点あればなるだけだけど、上線もあるけどね、上線ほらこさ横さこう先生シェンって奈良竹も乗船あるから、なんか真ん中違うな、うん、もっと点点点点って黒いのあるべ、そう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 、あ、さっきより全然いい、ほらこれが一番いい状態じゃねえか、じゃあいいじゃん、ああいいな、ブナハリを見つけてきました、ブナハリだな、これ紫のやつ何、だから薄いんだよな、なんだべな、これだって、なんだべな、こ小さい紫のやつ入れとく、あ、入れとく、ほら、噂もあるな、これ葉っぱ寄せればあるんだよね、下、上の方もあるぞ、噂もあった、立てった方がいいんだ、ブナタゲ、ブナハリタゲ、ブナハリタゲあるな、なんかな、ん今日ブナハリタゲあるんだな、月夜タゲだ、あ、月夜タ、月夜タゲの妖犬、あーほんと、パッと見た感じねえな、奈良岳、うん、下っていけばいいんだべか、じゃあここから下っていけさ、下っていけば、サバメ下っていけば、ウィーバー、ウィーバーあるかもしれない、あ、ジグふわふわじゃ、これあら、これあら、ダメだ、もう一度歩いたな、これな、なんでしょうね、あこれは何でしょうか、ああダメだ、草裏だな、多分ヤワだ、草裏ですね、これも草裏じゃないでしょうか、草裏紅竹、あーふわふわしてる、これは毒ですね、あこれもだ、草裏ですかね、ん、あ草裏だね、軸が柔らかい、状態はいい感じでしたが、草裏紅竹でした、赤松エリアに亜美竹ですね、亜美竹ポツポツ生えています、亜美竹ですね、色は色の具合は少しいい、大丈夫かな、箱根がなんか爆竹鳴らしてますね、亜美竹ポツポツあります、よいしょよいしょ、これも亜美ですね、よし、結構結構大きくなってきてますね、こう反り返ってきてる感じですね、でも探すとまだ小さいやつもありますね、あこれも反ってる、でも反ってくるんだね、これは亜美竹ですね、赤松エリア、ここで亜美竹を取ります、そっちいっぱいあるけど、この辺でもいいと思います、持ち帰りたいと思います、亜美竹です、どうや、
だから結構ここ粘れば結構取れそうだぞ。こうなると老菌でしょうか。色が濃い茶色になってくる感じですね。お、いいですね。大丈夫です。あ、これはちょっといけないかな。これは大丈夫そうですね。よいしょ、この2本いただきます。いいですね。いいんじゃないでしょうか。なんか去年、先週より色悪いんだ感じするっけ。だから1週間で色変わるんだな。桜しめじですけども悪くなってますね。そしてこれが草裏ですね。草裏紅竹、桜、これが桜もしかして。ああ違うわ。あ、でもダメだ、悪くなってる。ほら、悪いよ。これだけなんとなんとかかんとか一個なんとかかんとかいい感じ。あ、アホ様ある。高島です。どうしたよ、白ぬめり。うん、ほらこれがそのみ。あ、これだべ、これあ、それもんだ、あ、それもんだ。このあたりあるっけ。あれ、このねんねがや。ほら、これが白ぬめり。白ぬめりってでもやれよな。あ、ダメだ、ダメだ、やっぱダメだ、これこれよ。あー、いいんじゃねえか。あ、なんかもう一個取ってるよ。なんだ、なんとかなりすんだか。長いやつなんだ、今誰が取って。え、これなんだ、長いやつ。あ、これダメだべ。これはいいんじゃねえの。それよ、それ。この辺あるな。ダメは。でも、もともと悪くなりやしから、この悪いとこ落とせば大丈夫なんでねえかなと思うんだけどな。これさ、ゆっこでゆかぐしゃ、そのメラメラじくなってぐちゃぐちゃになるっけ。だけど食えるけど食えるけど。これ白ぬめり、白ぬめりな、白ぬめりのこの辺だばいけると思うんだけどな。くれくなってんだよな、持ち帰れば。これ多分ムカゴイラクサってやつじゃねえかな。ほら、なんかムカゴついてるじゃん。ムカゴイラクサってやつじゃねえかなと思ったんだけど。よ、でででで、これもほら、古くなってて、うん、そうそう、あれ水の玉子みたいな感じで。へえ、なんか色悪いんだよな。水のさ、水のミコラバ今食べればまあうめけど。だべ、食べてみ。うん。これムカゴイラクサ。じゃねえかと思う。食べれるの？いやいや、わかんない、それなんか色悪いじゃん。うん、色割りからかな、色食う。食った。ちょっと振って水。だから水の。ほぼ水一緒やな。見てな。卵どうなんだべ、もう終わってんだがや。ちょっと取っていいんだかわかんねえな、水。卵が。うん。ちょっとこれやばがねえか、この水。今の時期の水どうなんだべ。どう。どうなくてな。くてな。イラクサだと思うんだけどな。ムカゴイラクサってやつじゃねえかな、初めて見たな。で、これのムカゴが食べれるって言ったけど、
きいな、杉平岳。でっかい。大きいですね。少しいただいていきたいと思います。何でしょう。サウラベニタケ、いろいろあるんだね。スパイダーマン、サウラベニタケ君ですね。何も入ってるんですね。サウラがあるということは、サウラか。これマイタケだ。マイタケだこれ。白いやつ。やばくね。ちょっと悪いんだかな。でも、いけるでしょ。やばー、白いマイタケ出てくるの。どうするんだろう。俺も初めて見たんだけど。ちょっとすごくね。マイタケ取りに来ちゃったじゃん。最後マイタケ。びっくりした。マイタケあったまあちょっと状態悪そうだけど、マジ持って行ってみて。持ってこ。なんだこれ。姉ちゃんまだあんじゃねえの。ちょっとすごくね。ちょっとほら。あら。ちょっとふぐろ。ふぐろ。このマイタケだぜの。噛んでみろ。まだいいんじゃねえの。巻いて。多分洗って。ちょっと悪くなってきた、ね。悪くなってるかもしれないけど、洗ってみて。食べてみよう。巻いてあげとっちゃった。すごい。これが奈良の草なんだ。あ、そっか、奈良なんだ。スパイダーマンのなんだ。カッパ来たから。クマにもすぐ見つけるよ、ね。スパイダーマン効果。レツナスらしな桜島取っちゃうか。取るか。じゃあそれ取ってもらって、これも取ってければいいんじゃないか。これね、これもういくねが。どうしたの。それで取っちゃったけど、なんか見えたけど、あれっけ、あれあの辺だ。あ、いたレツナスってるやっぱり。2つある。見つけたの。大丈夫かな。上から見えたっていうかな。たまにさ、振り返ればいい時あるよな。だんだ。サメ。おー、オッケー。オッケー。まず4つだと思う。あとあんじゃないの。さ、2段で湯がけば、すっげーあぐどんのな。下、卵やってる。卵やってるか。あ、なってね。いく卵やってるっていうかな、カラコあるっていうな。ささくれ、なんだかって言うか。ささ。こんなの食ったら死ぬべんな。だ、一発食べな。マジだ。んだよね。あ、あ、ほら、下玉なってる。玉。なんだか天狗。なんだっけ。玉なってる。玉っていうか。下ね。下。完璧道具だね。マイタケだよね。マイタケだよ。マイタケでしょ。だよな。でも古い。古いんだべな。味噌汁、あ、お吸い物以外や。どうなるんだこれ。ねぐなるんだ感じする。洗えばなんか。溶けるべが。まあいいんだ。いいんだ。お疲れ様でした。頑張って。お疲れ様。じゃね。うん、どうもね。はいはい。山から帰ってきたら、知り合いの方が椎茸を置いていってくれたみたいです。ありがとうございます。今回山で採れたキノコたちです。これがまさかの舞茸ですね。まあ、ちょっと状態の方はあんまり良くないので、様子を見ながら食べてみたいと思います。あと、ブナハリタケとスギヒラタケがちょっと混ざっています。桜しめじと白ヌメリイグチ。アミタケの方は先週とは違って状態の方が少し悪くなってきています。